願いします。いよいよ明日から侍ジャパン合流ということになりましたけれども、今年のこのキャンプのここまでの調整仕上がりというのはどうでしたか？まあ、そうですね、本当にボールがいつもと違う、マウンドが違うというちょっと環境が違う中での練習だったんですけども、まあ、すごい充実したものにはなったかなと思います。そのボールというものに対してはどういう感触というのですか？でもようやく慣れれたかなというのは思います。やっぱり今年のキャンプというのはその WBC を見据えてという点で今までのキャンプと違う意識というのはありましたか？でもその調整を早めたりとか特にそういうことはしなかったんですけども、まあ、でも毎年毎年僕は早く作ってアピールする立場だったのでそこは変わらないんですけども、ただボールが違ったりマウンドが違ったりした中での調整だったので、まあ、難しいところもありましたけど、まあ、うまく怪我なくやれたのは良かったかと思います。まあ、いよいよ明日から招集されてまた意識もかなり切り替わると思うんですけれども、そのあたりどうでしょう？侍ジャパンで WBC 世界一を狙うという意識というのはだいぶ高まってきた部分ではありますか？そうですね、もう本当にチーム全体がそういう気持ちで明日宮崎のホテルに集まると思いますし、まあ、その中で自分も乗り遅れないようにしっかり一員として少しでも役に立てるようにやっていけたらなと思っています。もちろん日本中も応援する中での戦いになると思いますが、どういうピッチングをしていきたいという今どの意味が持っていますか？まあ、そうですね、もう本当に迷惑はかけないようにしっかり役に立てるようなピッチングできたらいいなというふうに思います。はい。ホークスのユニフォームがしばらく、まあ、渡れていることになりますけれども、どうでしょう、もちろんホークスファンの方もそれから日本代表を応援する方に対しても千賀投手から意気込みというかメッセージをお願いしたいと思います。まあ、そうですね、本当にホークスファンの方々にはぜひ、まあ、僕が投げるときはもちろん応援してほしいですし、まあ、ホークスファン以外の方でもやっぱ投げたらもちろん日本国民として応援はすごいしてほしいんですけれども、まあ、まずは怪我なくやってでホークスに帰ってこれたらいいかなと思います。最後になりますが、改めて世界の奪還に向けての意気込みというのをお願いします。そうですね、もう本当にもう先ほども似たようなこと言いましたけど、本当にみんなそういう世界一を取るんだという気持ちで絶対集まると思うので、そこに僕が少しでも役に立てればいいかなと思います。代表インタビューは以上です。いかがですか？その方が質問ある方でしょうか？よろしいですか？はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。